宮の発見素敵ハウス。全国の素敵なお家を紹介する神谷の発見素敵ハウス。今回ご紹介するのは神奈川県大磯町にあるお家です。ご案内いただくのは株式会社クローバーリビングの島崎亮さんです。それでは早速中を見てみましょう。入ったらやっぱ今の時期、そうですね、すぐ手が笑えるように、はい、セカンド洗面が、はい、そうです、大事ですよね、はい、セカンド洗面はもう最近標準で設置してます。はい、玄関もタッチレス機を採用してますので、はい、あの家に帰ってくるときなるべく触る場所を少なくここまでたどり着けるような動線にはしてあります。じゃあこちら寝室からご案内いただきます、はい、ご存知の会社のありがとうございます。フルハイドドアですね。いやもう最初は気づかない人多いんです。ただ実際こうやって背が高いドアなんですって説明するとこの開放感はやっぱないねっていうことをおっしゃる方本当多いです。お、結構広いですね。これ広く感じるのこの窓かもしれないですね。そうですね、窓とその向こうにウッドテラスをプライベート空間として使えるように設けてあります。中と外で色違うんですよね。そうなんです。外観と中のバランスをこう整える意味でも、そうですね、リバーシブルで使いたいですよね。中心室はい、こちら、あともう2部屋あります。他も子供部屋で使ってもらう想定、はい、その想定で設定しております。見どころは実は上なんですね。はい、圧倒的に2階の2階ですね。見どころがたくさんありますので、はい、じゃあ2階行ってみましょう。おお、風が抜けますね。なんか一気に湘南の家に来たって感じですけど、はい、ここから空と海と眺めながら生活できるリビングの空間になってます。このリビングの上は4方向から光が差し込む、また空が見える空間になってます。すごい、なんかちょっとしたスカイハウスですね。そうですね、ここだけちょっと天井も高くなってますので、いや贅沢な空間ですね。じゃあちょっと外に出ます。おお、一段高い、場所に立っていますので、まあ、これだけの開放感が垂れていますね。この奥はどうなってるんですか。はい、ここはですねちょっと小上がりになっているんですけども、はい、テレワークとかいろんな空間として使えるワークスペースを使わせていただきました。確かに今この時期はこういうスペース大事ですもんね。あのリビングで皆さんが生活している空気感を感じながらここでワークスペースを使えるというふうな設定にさせていただいています。これキッチンも手元隠してっていう感じですよね。そうですね、弊社の、あのシリーズではタッチレス水洗と浄水器、こういった形のユニットを標準で採用させていただいています。じゃあ続いてこちら屋上になりますので、はい、はい、でここが屋上ですね。はい、屋上です。こっからはもう完璧に海が見渡せますね。はい、見渡せます。あとは屋上でもいろんなこと楽しめるように、まあ、やっぱ水栓があったりとかスポットライトをつけたりとか、あるとないと全然違いますもんね。そうですね、はい、でも社長がいつもこう家づくりで大切にされてることって何なんですか。自分が住みたいと思えるかどうかが結構大きなポイントかもしれないですね。自分だったらこういう部屋がいいな、こういう空間がいいなっていうのもやはり設計士さんと打ち合わせした中で決める結構大きなポイントかもしれないです。島崎さん、本日はありがとうございました。もっと詳しくこの家を見たい人は YouTube でご覧いただけます。ぜひご覧ください。株式会社クローバーリビングさんはご家族様が長く住み継ぐための癒しの空間のあるお家づくりをしている不動産総合企業です。木は生きている。だから木のドアは反って当たり前。しかも木のドアは高くなるほど反りやすい。これはこの国の室内ドア業界では公然の事実。そこで私たちが追求したのは高さと反り、どちらも妥協しない徹底した品質。天井まで高さがあるのに反りに強いドア。たかがドアからだからドアへ。フルハイトドア。僕はいつもあなたを優しく見守っている。過酷な状況にさらされても、どんなに乱暴にされても、決して動じない。僕なら大丈夫。空間を開放する圧倒的な高さ、そして反りに強い品質。たかがドアからだからドアへ。フルハイトドア。